こんにちは、劇団スカッシュです。最近ね、2人はあんま興味ないかもしれないんだけど、ナイキの靴がものすごい当たるの。俺抽選にものすごい当たるのよ。あれもしかして俺がやってるこういうことたちって抽選に響いてんじゃねえのって思ってるから、それを今日は教える動画を作ろうかなと。あ、なんかやったら当たるようになったの。そう、スニーカーズのアプリで靴って抽選やるわけよ。もう最近これが当たって、でこれも当たってで、これも当たって、まあこの辺はもう全然普通に買えるやつだったんだけど、でさらにもうこの辺も当たってるわけ。買える人って本当に一握りしかいないんだけど、逆から考えてたの。俺がスニーカーズのアプリを作ってる人だったら、何をしてくれたら嬉しいかな。スニーカーズってさ、こうなんかいちいちこういう宣伝みたいのが出てくるわけ。言ったらこういうなんか靴のこういうチェックしてね、こういうファッションがあるよとかいう宣伝とかこういうのが細かく出てくるのよ、いろいろ新しく。でこれはなんか靴の紹介をする男2人がこれはどうだこれはどうだってやったりするんだけど、細かく全部見て全部いいねつけてってんの。俺全部へりくだってんだ。へりくだってる。すごい。どうしたの？いや、へりくだってんなと思ってなんかすごく上からゆうやさん見てたけどここのお気に入り機能してるっていうところ、まずここの言ったらこのハートがあるじゃん。ハートがお気に入り機能やってると、インスタみたいな感じなんじゃん。そうそうそう、ここの「いいね」「いいね」やってると。やってないじゃん。違う、これは普通の靴じゃん。これはで靴買うのには必ず買うやつには必ずお気に入り登録と通知を受け取る。これを両方やってます、買うやつには。それはでもみんなやってるじゃん。普通やる。買うやつだ、買うやつだ。いやー、やってない人いると思うのよ。この機能を見逃してる人いると思うわけじゃない。ヘビーユーザーはやっぱ当たりやすいんじゃないってこと？そうで、ヘビーユーザーだとちゃんと分からしてほしいの。これとかも俺欲しいなと思ったから、これお気に入りやったわけ。そしたら見て、購入済みって書いてあるでしょ。変えたのよこれ。まあまあ買えないやつなんだけど、もう毎日のようにスニーカーズのアプリを開いてもらって。毎日もうそれ以外ダメよ。毎日よ。だってスニーカーズのアプリ作ってる側の気持ちになってる。開いてくれてるのも絶対に数字として現れてるから。あると思う。なんかログインボーナスみたいな最近よくあるじゃん。5日連続でログインするとポイントもらえますみたいなのあるから、必ず毎日開いて必ず出たのにすぐ全部ちゃんと見て、フル尺見るんだよ。飛ばしたりしたらバレるから。誰に作ってる人にだよYouTube だって出るじゃん。ここで離れましたみたいなさ、動画のここで離れましたみたいな全部出るじゃん。アプリも絶対出るから、必ず全部フル尺全部最後まで見てもらって。愛の話だからこれって。でお気に入りもちゃんと押して、で自分の欲しいやつは必ずお気に入りと通知取る。でこれ多分ね、自分が欲しくないやつもお気に入りをして、でそれ結局買ってなかったりするといってんじゃないかなと。データがまあマイナスついてるだろう。いってるかもしれないなと思って。マイナス？マイナスはついてるかな。買おうって言ったのに買わないっていうのはやっぱりそれはこっからが俺本当に信じてなかったんだけど、スニーカーズの買い方でこれやるといいよって言ってる人がいて、それ誰が俺にそれ教えてくれたのか忘れちゃったんだけど、俺信じてなかったんだけど最近それやると必ず買えるから、おおこれも絶対やってほしいんだけど。家の Wi-Fi に入っちゃってるじゃんみんな。家の Wi-Fi 外して4G とか 5G で買う。ああ、そっちの方が早いって言うよね。俺大体家の Wi-Fi 入れちゃってて買っちゃったりするのよく。そうすると買えないかったりして、家の Wi-Fi 外すと買えんのよ。早かったりすんの？そうスピードが。速さは家の Wi-Fi の方が早かったりすると思う本当は。これがね、でも抽選の時も 4G とかの方が買えてるから、なんでかわかんないけど Wi-Fi 切ると当たりやすいから。だからそれ都市伝説かもしれないけど、全部都市伝説だと思ってるの俺は。そうだと思う、でも俺のアカウントでここ最近結構去年からグイグイ買えるようになってきてるの。どんどん。どんぐらい？ 3 ヶ月1回ぐらい。まさにそんぐらいだから、ここにたどり着く人はどうにかスニーカーズの確率、抽選確率上げたいなっていう、これはあると思ってて、もう年月結構ずっと使ってんのよ。だからもしかしたらそういうのもなんか確変が入ってるのかもしれない。今お気に入りとか俺最近し始めたわけ。それでやりだしたら当たりだしたんだもんね。あ、お気に入りをし始めたら当たり始めたね。でもちょっとさ、ハードル高くなかったケンちゃん。毎日このアプリを開いてさ、全部の記事を最後まで読んで、いいねも押して、買おうと思うやつある。チェックして、うん、なんか俺もやって、はい、転売屋にでもなろうかなみたいな話をちょっと前半思ってたんだけど、うん、ちょっと慣れそうにないな。今ね、どんどん靴の価値みたいなのがちょっと下がってきてるから、はい、流行りが転売屋にはあんまり良くない状況にはなってきてるから、うん、いいことじゃないですか。だってさ、5000円6000円を儲けるために、うん、その靴を買ってね、それでどうって思うわけ。ここ最近当たった靴ってちょっと高いのやっぱり、うん、だから1万4000円の靴買ったんだけど、うん、だいたい2万円ぐらいとかで売れるんだよ。はい、うん、でも2万円で1万4000円の靴買って2万円で売ったところで、うん、なんかその労力には全然見合ってない感じの、うん、もうずっとやってるからチクチクチク。確かにね。俺はね、その転売自体も、うん、俺はその靴好きがさの転売ってちょっと違って、この靴を売って、うん、この靴を買いたいとかいう人が結構いるのよね。ああ、なるほどね。俺はそれは別に全然嫌じゃないんだけど、でもまあそういうのも嫌な人もいるから。でももう最近さ、俺たまたま昨日見た靴のチャンネルではさ、もう靴をレジン漬けにしてさ、鑑賞用としてこう置くみたいな。はいはいはい。でも俺も一緒よ、俺の気持ちは。俺も壁に靴を埋め込みたいもんで、透明の壁にしてさ、壁に埋め込んでさ。ああ、なるほどね。でも最近はもう靴買ったら置いといて履いてないから。本当に本当に履くタイミングなんかないのもいっぱいあるからさ、うん、でたまに見て、うん、いいねで、なんかの時に言ったら、例えば本番の日とかさ、はい、なんかわかんない、そういう時にじゃあ新しいの出しちゃおうかなみたいな。それはいいね。なんか他にもさ、なんかある、なんかあったら教えてくんね。ああ、なるほど。これやったらなんか当たるっていう説ありますよみたいな。他の方法全部が都市伝説なの、うん、今週の日曜日にもうドラマの撮影をやろうと思ってるんで、はい、一生面白いんだもんのドラマが来週の金曜日にはもう出るんじゃないかなと思ってます。なるほど。でそのタイミングと同時期に、はい、一生面白いんだもんのコント公演のビメオも売り出す予定です。そうですね。でコント公演自体は5月28日に本番がありまして、タイトルは今日決めるんで、今日決め。そうか、まだ仮帯でしたね。今日タイトル決めてケツにつけます。この動画の最後に出る。この、そう。5月28日にありまして、昼公演はもう売り切れてまして、夜公演ももうあと6枚とかかな、5枚6枚とかしかないんで、よかったらぜひ見に来てください。ちょっとね、次のデイズはいつ出せるかわからないです。もしかしたら水曜日とかになっちゃうかもしれない。わかりました。それではまたお会いしましょう。それではまたね。またねー。緊張してるか。なんで緊張したらここがこうなってるの。抑えましょうか。いやいや、おはせみたいに言うな。誰なお前は。何の監督。監督じゃねえ。監督じゃない。監督そっちの方が好きだね。ちょっと宝目監督。